じゃあ、じゃあ、はい、辰川さん、はい、よろしくお願いします。たっちゃん、お久しぶりです。あの、たかちゃん、日本のたっちゃん、ね、辰川さん、はい、開幕が、はい、まあ、間もなくなんですけど、そうそうそう、セリーグをちょっと展望してみようと思って、うん、やりましょうよ。順位を決めるのは別にいいですよ、うん、どういうチームが状態なのか、はい、何が課題で、はい、何がいいとか、はい、まあ、そういうところってあるじゃないですか、はい、長所短所みたいな、はいはい、まず辰川さん、広島教えてください。そうそう、わしね、豊がね、また大げさな言うかもわからんけど、わしね、はい、去年の秋に10日、はい、今年10日、はい、広島キャンプ見た、はい、秋と春、はい、秋はちなみにどこでやるんですか。日南。あ、やっぱり行くんですね。日南へ行ったんですよ、はいはい、10日間もうじっくり見た、はい、で春も、日南に3日で沖縄に7日行った。で、ユタ君会ったじゃない。会いましたね。会う、飯食いました、ね、美味しかったね、ありがとう、はい、いや、とんでもないです、本当にありがとう。いやいやいや、ほんまに、いやいや美味しかったね、はい、あれね、今だからこの辺身になってる。ほとんど野菜しか食べないですけどね。そうそうそう、野菜がね、糖尿病ともう高血圧で、いや本当よこれきついぞ、本当に。2、30分寝た時にさ、こう起きるじゃない。だから昔やったらシャキッとこうやってさ、全身がだるいけんな、糖尿病って。あんた今全身だるないじゃない。まあでも朝はスッと起きれますよね。いやいや、そうやな、だるいことは、ね、2、30分寝た時、ちょっと、ああ2、30分寝た時か、新幹線で。いや、まあだるい時ありますよ、それはもちろん。めちゃくちゃだるい、常にだるいことない。めちゃくちゃっていうことはないです、うん、でもよく寝ます。で時々ああ吹いてこう白になることあるか。それも全くないです。いや、糖尿病じゃないわ、大丈夫。皮吹くんですか。あの、いや、白になるよね、はいはい、あれ糖尿病。なるほど、糖尿病。泡吹くんですか。泡じゃないのに、これちょっと白くなるよな。泡は吹くわけないじゃない、分かるわけ。いや、カニみたいになってるのかなと思う。いやいや、そんなことはないんだけどまあそれはさておいて、それ置くんすね。いやいや、もう次にかなって。いや、まあもちろん時間ないよ、はい、まずじゃあね、マイナス材料は森下、これは開幕間に合わない。いや、でもブルペンで投げてるじゃない。ブルペンで投げとって試合で投げれることはないよ。そうですか。それはね、ブルペンでお前も投げれるよまあ確かに、まあ、確かに。だけどブルペンで投げる試合でやっぱり 100の力で投げない。それは開幕もう間に合わない。もう開幕投手発表したもん、大瀬良、6人、大瀬良、床田、玉村、これがあのヤクルト戦で、栗、エンド、アンダーソンが阪神戦開幕、ね、4月4、5、6、はいはい、松田での開幕。そうそうそう、はいはい、だから森下はちょっとまあ5月の子供の日ぐらいになるんじゃない、うん、それぐらいでちょうど、まあ、一回りして。でも先発いますね、結構ね、割と。まあ、あと野村雄介もおるし、控えてる。ピッチャーの弱い弱い言いながらも、まあ、そこそこ5、6回投げれるやつはおる。いますよね、うん、ただ中継ぎは心配なんですよ。中継ぎはね、まあ、栗林も大丈夫、これ大丈夫、うん、私も腰痛やったことあるけど、あいつの場合は腰痛なんとか症状だから、分離症、分離症 なんかいうやつだから、はい、あのヘルニアじゃないから、はいはい、大丈夫、まあ、あの時は経てば治るいう、腹筋背筋をもう死ぬぐらいしたら治るいう、はいはい、うん、あんたも腰痛めとったもんな。腰痛めてました。でも元気にやりとったもんな。まあ腹筋背筋ですよね。背筋はほとんどやらなかったけど腹筋はやりました。だからダメだったな、背筋が大事なのよ。背筋やるとダメなんですよ、腰に。僕の腰は。ああ、なるほどね、はい、背筋はやるな。やるな言われた、はい、腹筋やってたの、はい、200回ぐらい、それやって、それぐらいやってたの。まあ200ぐらいはやってました。1日全部、はい、そりゃそうだ、まあ、それぐらいやらんとな、はい、お前20じゃ30じゃあるまいし。いや、そりゃそうだ、幼稚園の子供じゃあるまいし、はい、ね。で、それで、ね、広島、うん、広島だから強いですか、今年は。あのね、強くはないけど弱くはない。で、弱くはないけど強くもないそうですか。そうなるの、今の言うことはお前から返されたのということは、うん、だけど舐めたらやられるいうことで。まあもちろんです。だから条件付きあるよな。例えばどういう条件ですか。だから坂倉がどれぐらいできるか。ああ、そうですね、うん、今年はレギュラーで行くんですか。じゃあ相澤はどうするんだって。いや、だからそこよ、1試合だけなら相澤が運転の差にうまい、まあそうですね、スローイング、キャッチング、はい、これで総合力
考えたり体力考えたらやっぱり坂倉の方が打つのを1年考えたら、はい、まあ3割はほぼ打つし、近くは打ちますよね、うん、でまあまだやっぱりねキャッチングがちょっとやっぱキャッチングなんかいうのは受け取ったらだんだん上手になる。でスローイングはちょっとやっぱり若干こうワンバウンド多いんだよね、うん、左肩突っ込む、はいはい、だから一生懸命やるようになろうけど、まあでも小倉正義監督知ってる？小倉監督って誰か知らん。日大三高の監督、はいはいはい、あの人が2月17日に2年生の修学旅行を兼ねて坂倉に激励に来てたの。沖縄で、うん、で私坂倉の一部資料聞いたのよ。だから彼はねいろんなことが時間かかると、だけど時間がかかるやつほど一回覚えたら忘れないんで、高校の時はそうだったと。で2年生の時に、まあ、意外と不器用なんですよね。不器用な、うん、不器用な。だけど私ねあいつの性格はねすごいと思う。なんでか言ったら私がさちょっと J スポーツかなんかでパッと注意したりなんか、まあ、指摘をするんですよ、ね、そう、うまいこと言うね、指摘したいんや。あと普通ならさダメな選手はちょっと褒めてくださいよとかなんかこんなこと言うじゃない、ダメなくせにね。坂倉どういったと思う？教えてください。当たりそう、はい、当たりよ、はい、当たり。普通なら逃げたりクソーボケーような顔するじゃない。来てで昨日聞きましたと、お母さんお父さんから聞いたんだけどな、電話で達川はこんなこと言ってたよと、お父さんお母さんもええ人やな、で握手したい、頑張れ頑張れと。コロナの前だ、手見たらすごい豆だ、びっくりした。ほんまにバット振ってるんですね。めちゃくちゃ打った。やっぱりその年鈴木誠也と首位打者当たった、やっぱ努力する。本当は2年生からレギュラーにしよう思ったんだけど、高校の時いろんなバランス考えてセンターも守らせて、で彼がやっぱりプロテクターつけてマスクかぶったら何のもう心配もなかった、全部任したり。小倉さんがね、小倉さんの髪見たことある？いや、すごいよ、ピャーピャーっと昔の言うスポーツ狩りでさ、知ってる？車間狩りって。車間狩り、うん、知らないです。車間って左に書いて、はい、はい、壁塗ったらする人は車間って言ったり、車間の人はこうみんなそんな髪してたんだけど、まあ今で言えばヘアウェイというかグリーン状のぐらいの感じでピャーっと感じが。フェアウェイね。いや、ヘアウェイというよりもグリーン上ぐらいの感じ。それでそれ坂振れたらケラケラ笑うって。いや、ケラケラ笑うもん、僕も笑いたいんですけど、うん、広島強いの会話、お前の場合はないけんな。お前の場合はディポットの、ディポットですか。もう砂のね、バンカーになっとるけんな、頭の毛が。それで、ね、どうなんですか。強くもないけど弱くもない、うん、だからそういうところでね、結局ウィークポイントとすればやっぱ中継ぎですか、それと坂倉と。いや、坂倉のところをどうに使うかやね、うん、だから新井が相澤に対して遠慮はしちゃいけんと思うけど配慮はしてあげないけん。だからおそらくね、使い方としては2016年に相澤がこう出た時に、相澤が7回8回まで行ってて、相澤の打順が終わったら最後石原守ってた、うん、だからその役割を相澤ができるかどうかいう、うん、彼の性格でちょっと石原とは違うところがあるけん ね、どっちか言ったらこうバッティングがいいからやっぱ打席に立ちたいと。強安運がそこら辺で出てくる可能性もあるんですか。そこない問題は、ね、それをわしがね心配して坂倉に聞いたのだ。だったら坂倉さんに何かあったら言ってこいよと、教えてあるからと。坂倉が相澤に言われたの。ああ、相澤にね。だから器は大きいよ、相澤。わしらも西山が何かあったら言いに来いって言わんかったよ。だけどさ、まあ私道原さん水沼さん抜いてよっしゃーと思って5、6年レギュラー取ったけど、ちょっとしたことで西山に向かれるのよ、うん、でその日ちょうど大野がピッチャーなの。で西山がわしのとこ来たわけよ。すいませんが大野さんのどんな感じでサイン出したらええんですかって言うけ、わしもいやめんどくさいけさ、迷うたらお前が思った反対のサイン出してみだったら西山その時めっちゃバカにされとると思ったらしいんだ。だったらその日知ってる？巨人戦なんと2対0の完封。わしのところありがとうございました。思った反対出したら打たれませんよ、お前の配球読まれとったけど、そっから抜かれて。それいかんすね。引退だよ。あ、それで引退したんですか。引退だよ。
ちょっとしたことよ、黙っとけよかった、ようわからないって言うとけよかったよ、ね、唯一の頼み大野だったのに。でもそれは本当の話だったんでしょ、反対を出せっていう、皮肉で反対出せって言った。いや、まあ皮肉でというよりも読まれてるよいうのをお前読まれとるけ、迷った時は反対のサイン出してみんやいって言うたら、あいつ素直なけさ、まあ反対出したら、まあ、大野さんも素直ですもんね。だから結局大野調子がいいかっただけの、まあ、そりゃそうでしょ。だからどの球でもそこそこ抑えるから、リードはあんまりいらんなと思いながら、悔しいところもあったりして、そんなことを言ったんだろうと思うよ。お前は迷ったらお前の反対出してみや言うてばかりしたような言い方したんだけど、まあ、まあ確かにね、いや馬鹿にされたと思ってたでしょうね。いや思ったり、いやそれは思う、言われたけど、試合終わったらありがとうございましたって来たけ、偉いですね。いや偉いけど、そっからお前もう抜かれてしまうじゃん。だからそんなね、ちょっとバカにしたようなことをしたら人生のいい教訓になったよ。で広島は、だから広島